ポール・ジアマッティはアメリカ合衆国の俳優。コネチカット州、ニューヘイブン出身。父親のエイバートレット・ジアマッティはイエール大学の学長で MLB コミッショナーを務めた人物で、ポール自身もイエール大学で学ぶ。母親はアイルランド系アメリカ人。在学中より舞台に立ち始め、卒業後もブロードウェイなどの舞台に出演したり、 テレビに出演したりするようになった。1992年に映画デビュー。初めての大きな役は、ハワード・スターンのプライベートパーツだった。スターンは、ジャマッティの演技を自身のラジオで褒めた。その後、数多くの話題作に脇役で出演するようになり、その演技力は高い評価を得ている。特に、アメリカン・スプレンダーとサイドウェイは評価が高く、サイドウェイでは、 作品、監督、共演者がアカデミー賞候補になり、彼自身も多くの映画賞で受賞、ノミネートを受けていたにもかかわらず、候補にはならなかった。それに対し、多くのファンや批評家、俳優が彼がノミネートされなかったことに不服だと語った。その雪辱を果たしてか、翌年のシンデレラマンでは見事に助演団優勝の候補に上がった。二千八年放送のテレビ映画、 ジョン・アダムズでエメイ賞主演男優賞を受賞。1997年にエリザベス公演と結婚。2001年に長男が誕生。ありがとうございます。